はいどうも。えっと、今回はですね、警視庁、東京ですね、成城警察署、成城警察署でいいのかなえー、がですね、えー、同僚に馬鹿にされてですね、えー、土佐に来てですね、頭に来て、拳銃を使ってですね、えー、脅して、脅しちゃったそうで、えー そうですね。あの、イメージで言葉をつ、つけると、ぶち殺すぞ貴様みたいな感じの、あれですかね。はい、まあ。なんかね、馬鹿にされてですね、頭に来てですね、我を忘れて、拳銃を抜いてですね、やっちゃったそうですね。やっちゃった。 撃ってないですけど、撃ち殺してないですけど。はい、そんな感じのことがあったみたいで。えー、これもですね。なんかこう、検索の仕方が悪いのか全然ヒットしなくてですね。えっ、ー、と、同僚ですね。脅す目的で拳銃を取り出した。えー、 まあ、同、同僚からですね、馬鹿にされてですね、激行しで、顔真っ赤ってやつですね。で、えー、拳銃をですね、引き抜いて、引き金を下ろしたかどうか知らないですけど、下ろして、頭に拳銃を突きつけたかどうかは知らないですけど、ぶち殺すぞって言ったかどうかは知らないですけどね。 まあ、イメージだとですね。まあ、そんな感じになりますわね。で、えー、はーい。で、えー、そうですね。男性巡査。男性巡査ってことなんで、えー、警察のピラミッドさんからするとですね。あの、一番下。一番下の PayPay ペペなんですけど、PayPay ペペで言っちゃいけないな。 えー、で、一番下のペイペイなんですけど、こピラミッドになってますけど、巡査っていう階級の人はですね、ほとんどいないらしいんですよ。あの、誰でも昇進できるから、巡査っていう階級の人はほとんどいなくて、えー、この辺がボリュームがあるみたいですね。巡査部長巡査長かな はい。ノンキャリーってやつですね。キャリア組はですね、ここからですね、飛び級で昇進していくらしいんですけど、ノンキャリアはですね、ここから、えー、牛、牛歩のように、一個ずつ上がっていかないとですね、上がれなくて、この辺まで来るとですね、定年だそうなんで、ノンキャリーはですよね、えっ、ー、と、なかなか出世できないらしいんですね。はい。で、えー、これはですね、 えー、まあ、馬鹿にした方も馬鹿にした方ですけど、拳銃引っこ抜いちゃった方もですね、引っこ抜いちゃった方で、えー、警察あるあるですかね。どうやって馬鹿にしたか知らないですけど。あの、土坂に来てですね、えー、もう我を忘れて気がついたらですね、拳銃引っこ抜いて脅してたそうで。<laughs> 切れたってやつですかね？もうぶっちん切れてもう拳銃引っこ抜いてもがーいったら気がついたら。そんな状態だったみたいで撃ってないらしいですけどね。撃つ手前で我に返ったってことですかね？えー、そう。もうそんな人がですね。拳銃持ってるって危ないからですね。毎,毎度言ってますけど、あの拳銃を持つ人をですね。減らした方がいいんじゃないですか？みんながみんな持ってると危ないですよ。 あの、なんか、ゴム弾とかそのぐらいにしたらどうですかねって思いますけどね。日本国内だと、一般の方、あまり警察、検事持ってないんで、持ってる人もいるのかな丸、丸棒の関係とかそういう人は持てばいいですけど、えー、民間人でも競技用に限り、 拳銃の所持は認められている。あ、そうなんだ。ライフルってやつですかね。同業に馬鹿にされて激光したって、えー、カットきたらいつ拳銃で撃たれるか怖くないですか怖いですよ。あのー、警察もですね、なんか割とですね、高圧的になんか対応してくるんで、 いや、なんか、なんでそんな高圧的に話しかけてくるのかみたいな感じで、こちらもですね、えー、カチンとは来ないですけど、なんだこいつみたいな感じではやっぱり思うんで、そ、そんな感じで、なんだこいつって言ったらですね、警察官の方がカチンと来て、拳銃突きつけてきてですね、とかなってもおかしくないから、怖いですけどね、 はい。で、この方はですね、事務職かなんかに移動させたらどうかって書いてあるんですけど、私は、あのー、向いてないと思うんで、やめていただいた方がですね、いいと思うんですけど、その、いや、カチンと来て、頭に来てですね、拳銃突きつけるとか、だから、あのー、 犯人の人も、例えば万引きぐらいで、万引きぐらいで、お前ら警察がな、みたいな感じで言った人が、例えばいたとして、カチンと来て撃ち殺しちゃってるとかですね、あるかもしれないんで。えーっと、彦根の交番では実際に新人巡査が先輩の巡査部長、背後から2冊。<laughs> 面白いぜ、ね。 <laughs> いや、あると思いますよ。その、だって、バワハラけこう自殺する人がいるって見るんで、その、なんでこいつにこんなに言われなきゃなんないんだ、みたいな感じでこう、あ、これこんなのがあるんだ。こ、今度見てみようかな。 なんだろうな、日本全国20代警察官が悪乗りでやたら問題を起こしているように思える。いや、最近ね、なんだろうな、ニュースがね、ニュースがテレビだと流れないんですよ、この、これ系のニュースは。多分、テレビだと、えー、いや、 これは警察の不祥事なんで流しませんのでって言うとですね。頼むよ、テレビ君。君たちは警察の友達だよ、みたいな感じで、なんか仲良くしてくれるんで。あれなんですけど、その、うん。新聞には多分ですね、書いてあるんですけど、全部読む人っていうのはなかなかいないんで、で、ネットもね、ですね、 なんだろう、公務員の悪さとかですね。えー、多いっていうか、お、なん、ですかね。数はあるから出てくるんでしょうけど、めちゃくちゃありまして。で、えー、民間の方もですね。あれ、民間、アベノミクス失敗で民間で働いてる人がほとんどいないのかな、もう。ほとんど公務員になってるのかな。 あれ、公務員が日本の人口の半分ぐらいいるとか、そんな話になってるのかな警察官は全国で30万人ぐらいいるらしいんですけど、30万人だから、え三、ー、0.3%、<laughs> 1000人に3人ぐらい あ、そんな少ないんだ。意外と少なかったな。はい。どんな人間が警察官になろうと集まってきているのか。なあ、なんなんですかね。これってからかった側に責任はないのか侮辱罪とか。あるでしょうね。あるでしょうけど。 証明はできないんですけど、多分警察の中の方では全部聞き取りして、やるんでしょうね。あの、あいつも、こいつも悪いかもしれんけど、お前も悪いから何って言ったんだ、みたいな。あ、それはお前首だわ、みたいな感じでですね。ほら、カットのりになりやすい性格なら警察官向いてない。 その警察官だからですね、割とやりたい放題でできちゃうからですね、えー、拳銃で撃ち殺してからですね、あのー、台所行って包丁を持ってきてですね、手に握らせて、包丁で襲ってきたから、あの、正当防衛で打ちました、みたいな感じのこともですね、やるかもしれないんで。はい、えー、 おいおい、そんなのが制服着て拳銃持ってんのみたいな。胃がん退職でしょうね。でしょうね。あの。多分やめてもらう方向になると思うんですけどね。当然解雇でしょうけど。ええー、とね、解雇にはなってないんですね。懲戒免職にはなってないんで。 で、そうですね。まあ、えー、嫌がらせ好きなですね、先輩がですね、えー、日常的にいじめてきててですね、えー、今回はですね、えー、脅すにとどめて、今度言ってきたら撃ち殺すぞみたいな感じで思ってたら、その、えー、脅した時点でですね、問題になっちゃって首切られることになっちゃって、ってことですね。で、まあ、続いてたらですね、 えー、自殺してるかもしれないし、この辺でですね、警察辞められてラッキーかもしれないんで、はい、まあ、いい機会なんでね。で、向いてないってみんな言ってるんで、はい、なかなかですね、ええー、だからですね、警察官、検事持つのやめませんかみたいな感じの流れもあるんですけど、はい、危ないんで気をつけましょうってことで、はい、今回以上です。